思わず目を見張る鮮烈な一撃だ。レノファ山口 FC は8月24日、J2 第28節で V、ファーレン長崎と敵地で対戦し、2対1で勝利。この試合で勝負を決めたのは、21歳 FW 河野光太のスーパーゴールだった。動画、山口の至法河野光太の逆転スーパーミドル弾。1対1で迎えた55分。 相手のクリアボールを拾った速攻から敵陣中央でボールを受けた河野が少し前にボールを運んで思い切りよく左足を振り抜く。アウト回転のかかった強烈なミドルシュートは完璧なコースに飛び、ゴール左上隅に突き刺さった。チームに勝利を呼び込む見事な逆転弾。ダズンが公式 X で公開したゴール動画にはボラッソすぎます。 これも中田秀俊じゃん、山口のレバンドフスキーとは彼のことです。左足でこのシュート、改めてこうのすごい選手だ、J1 に引き抜かれそうでやばい。といった声が上がった。昇格を争う3位、長崎との上位対決に勝利した山口は暫定4位に浮上。次節は31日に行われ、ホームでファジアーの岡山と相まみえる。